ワシントン海軍交渉銃撃事件とは、2013年9月16日8時20分頃、ワシントン DC 東南にある、ワシントン海軍交渉の施設内に所在する海軍、海洋システム司令部の本部がある197号館で発生した銃撃事件である。容疑者1名を含む、少なくとも13名の死亡が確認され、この他に14名が負傷した。 2009年11月に発生したフォートフット、銃撃事件以後、アメリカ軍基地で発生した大量殺人事件の中で2番目に犠牲者が多い事件となった。また、2001年のアメリカ同時多発テロ事件以来、ワシントン DC で発生した史上最悪の大量殺人事件となった。事件が発生したビルには民間人及び軍関係者を合わせ、約3000名が勤務していた。 メディアを再生するザ・ペンタゴンチャンネルによる事件の報道。FOX ニュースによると、被疑者のアーロン・アレクシスは、犯行の2日前に、ワシントン DC 南西にあるホテルレジデンス・インバイ・マリオットに宿泊しており、彼の他5名の民間受け置業者の団体と一緒に宿泊していたと伝えられている。8時15分、被疑者が3弾1 1丁を携帯し、 事件が発生した第197号艦に侵入した。アメリカ海軍は8時20分に少なくとも銃撃が3回あったと発表している。海軍海洋システム司令部の役員補佐を務めるトッド・ブルンディジは彼の同僚と共に勤務先が入居しているビルの3階部分に差し掛かった時に全身が青ずくめの服装をしていた被疑者と遭遇したと証言している。 彼は突然向きを変えて銃を撃ち始めた。警察官に対して発砲した後、遺体から自動拳銃一丁を抜き取り銃撃を続けた。その後警察官との銃撃戦で放たれた銃弾が致命傷となり死亡した。ワシントン DC 首都警察に所属する警察官を含め少なくとも27名が銃撃された。そのうち13名が死亡した。 事件の犠牲者のうち少なくとも3名は致命的な状態にあり、現在、ワシントン総合病院で治療を受けている。死亡した者の年齢は、下は46歳から上は73歳までとなっている。死亡犠牲者は次の通りである。ミカエル・アーノルド59歳、シルビア・フラジア53歳、キャシー・ガーデ62歳、ジョン・ロジャー・ジョンソン73歳、フランク・コーラー50歳。 ケネス・バーナード・プロクター46歳、ビシュヌ・パンディット61歳、マーチン・ボドロム53歳、アーサー・ダニエルズ51歳、メリー・フランシス・ナイト51歳、ジェラルド・リード58歳、リチャード・マイケル・リジェル52歳当局者は、この事件の被疑者の一人である、ニューヨーク市クイーンズ区の民間受け負い業、アーロン・アレクシスが死亡したと伝えた。また、もう一人の被疑者が存在する、可能性があり、 その人物はいまだ逃亡しているとの見解を発表した。アーロン・アレクシスはニューヨーク市クイーズ区生まれブルックリン育ちであり、最後に確認された住所はテキサス州フォートワースであった。2007年にアメリカ海軍に入隊後、海軍航空基地フォートワース統合予備役基地に駐留する第46艦隊広報支援飛行隊で勤務していた。航空電機系規制備員、 第3級の職員に到達後、不正行為と2010年の1発砲事件によって、2011年1月に海軍から普通除隊を言い渡された。2012年9月から2013年1月まで、被疑者は HP エンタープライズサービスの下請け業者であるザエクスパーツに勤務しており、海軍海兵隊イントラネットネットワーク上のコンピュータシステムのリフレッシュ業務を行っていた。 彼はエンブリーリドル航空大学の航空学学士を取得するためにインターネット上で仕事を行っていた。アレクシス容疑者は2004年他人の男性が所有する車両のタイヤに銃を発砲した容疑によってワシントン州シアトルで逮捕されていた。この時刑事に対しては怒りが増幅して意識を失った結果によるものであると説明していた。この事件では アレクシス容疑者は悪意ある鬼物損壊の容疑で逮捕され、キング郡刑務所に収容されていた。2008年に当時の警察は、アレクシス容疑者は治安ビンラ乱の容疑により、ジョージア州ディカーブ郡で逮捕された。刑務所にニや収監されていたが、それ以上の詳細については把握していない。と述べている。日本での数ヶ月にわたる業務から戻った後、アレクシス容疑者は、 フォートワース時代の以前のルームメイトに海軍における業務を委託した会社から適切な給料が支払われていない胸の不満を表明していた。アレクシス容疑者の他のルームメイトの話では彼は差別を受けているという主張を頻繁に話していたとされている。ワシントン DC 首都警察のキャシー・リン・ラニア本部長は当初警察はカーキ色の軍服とベレー帽を着用している。 白人男性1名とオリーブ色の軍服を着用し、庁舎定住を携帯している黒人男性1名を捜索していると発表していたが、白人男性については身元が判明し、被疑者ではないことが確認された。少なくとも8カ所の学校が閉鎖され、多くの道路と橋が閉鎖された。ロナルド・レーガン・はシントン・ナショナル空港発の便は一時的に中止させられた。 上院関連施設は十分な警戒を理由としてアメリカ合衆国上院主営館によって15時以降閉鎖されたが約1時間後に規制は解除された。ワシントンナショナルズは本拠地のナショナルズパークが事件が発生した海軍交渉地区に近いために午前中に開催が予定されたアトランタブレーブスとの試合を延期した。中止された試合は 翌日にダブルヘッダーで開催される予定である。9月17日、チャック・ヘーゲルアメリカ合衆国国防長官及び国防省関係者らはアメリカ合衆国海軍メモリアルにて犠牲者を追悼するために花輪検定式典を行う予定があると発表した。9月19日、議会議事堂前で銃規制の強化を求めるデモが開かれた。デモの参加者の中には サンディフック小学校銃乱射事件の遺族も含まれている。この銃撃事件によってアメリカ合衆国の軍事施設のセキュリティの妥当性に関する議論を誘発した。雑誌フォーリンポリシーのあるジャーナリストは政府事業受け負い業者、国防省民間職員、兵士に交付される共通アクセスカードを持つほぼ全員は多くの軍事施設に身体検査や 金属探知機を通らずに入ることができてしまう。と記事で主張している。事件の最重要容疑者であるアーロン・アレクシスの雇用者の話では、彼には CAC が交付されており、その他にも彼は民間受けを医療者として海軍交渉施設に入るためのシークレットクリアランスが認められていたとされている。バラク・オバマアメリカ合衆国大統領は犯人らに、 事件の責任を必ず追わせることを制約した。また、オバマは9月22日の追悼式典に参加した、時、先進国の中で、このような暴力に耐えねばならないような国は一つもない、と述べて、銃規制強化の必要性を訴えた。ありがとうございます。